んのお店に入りたいと思います。それでは入りましょう。レッツゴー。エミルクハンドクチーズケーキ、幸せ卵ほほえみか、七色の幸せが私を包み込む、ルーフォワイエー。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。今から学校に行きたいと思います。行ってきます。
これから家に帰ってすぐ宿題します。気持ちいい。今秋なんですけど春みたいです。よし、家に着きました。今から宿題してきます。じゃね。今私おっとっとのうすしお味食べてます。ね、見てこれ人で私がちっちゃい時におっとっと食べる時さ、人手のこといつも欲しいって言うんだけど、なんだこれ。ここからのコーナーは火炎の写真館桃田の夢研究所夢ラボの提供でお送りします。サナと桃田監督団と一緒に遊ぼう。さあ
始まるよ。桃なの桃桃大蔵。みなさんこんばんは。さあ今日もさなちゃんありがとう。そして29回目となる YouTube さなチャンネルのさなちゃんと夢ラボ桃田海賊団番組の始まりです。さあ今日の出演メンバーはもちろんさなちゃんと桃田海賊団ちひろお兄さんと私隊長の葵お姉さんです。皆様どうかよろしくお願いします。それじゃあさなちゃんちひろお兄さんも簡単に自己紹介お願いします。みなさんこんばんは。こんばんは。あっち見てこっち見て笑ってさなです。はい、岡山キッズタレント、そして YouTube に出ているさなチャンネルのさな何歳です。今日もよろしくお願いします。よろしくね。さなちゃんさっき話してた時に思ったの、あのさなちゃんあれでしょ、鼻血出たんでしょお姉さんでしょ。なんで出たの、うん、なんで出たのさなちゃん、鼻血なんか出たね。ごめん、乙女だな、言ってほしくなかったのあのね、私ね、いつ出たかというとね、ここ来る前。来る前めっちゃ、めっちゃ前よりだね。前っていうか、車で行くときに。行くときに？そう。どうしたのさなちゃん。あーって。のぼせたの？何があったの？それは言えない。言えないの？言えない。言えないのか。いや、さすが女の子ですね。さあ。なんご覧のスポンサーの提供でお送りしました。